最初全然行くぞというか、あったもので遊び心です。行き詰まった先の遊び心から生まれた鮮やかなアート。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は現代美術家伊藤千尋。大学時代、自らの作風に行き詰まりを感じた彼女が、1年間の充電期間を置いて導き出した答え。負のエネルギーの作品ばっかり作っていて、だんだん描いていくうちに自分もちょっと疲れてきてしまって、ちょっと一度リセットをしないと。でもやっぱり美術続けていきたかったので、その時に家にあるもので何か作れないかなと思って、でマニキュアを垂らしたり、パネルに直接筆で描いてみたりとか、いろいろやってみたんですけど、一番その中でお、これはと思ったのが、水に垂らしたウォーターマーブリングで、これはすごいと思って、これで絵画を作れないかなと思って。偶然生まれたネイルポリッシュアート、生み出す柄も偶然の連続。自分でも分かんないです。同じ絵柄とかも似たような絵柄は作れるんですけど、二度と同じような形は作れないので、垂らす速度によってできるグラデーションとかも変わっていくので、似たような形で作っても色が違うと全然イメージが違ったりとかもするので、でも偶然できたものを配置してるので、間違ったものはないですね。しかし彼女は最初は不安だったという。誰かの評価を受けないとちょっと分からなかったんですよ。自分ではすごくこれは綺麗だ素敵だって思ったんですけど、でも一回人に見ていただいた時、これは面白いねって言ってもらってあと何より作ってて、なんか自分も幸せな気持ちになってきて、今までとは違うスタンスで作品を作れたなって思います。新たな可能性に挑戦する、そんな伊藤千尋のブレイク前夜。今後そうですね、球体とかに作ってみたいなってか思いますね。やっぱ平面で始めたんですけども、そういうちょっと立体的なものとかにもやってみたりとか、あとはハッとする色以外にも落ち着くような色とかもいろいろ作ってみたいなと思っています。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は絵描き大畑慎太郎のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。